メルリア姉様も悪巧みをしてたのですね。黙っているなんてひどいです。ああ、悪巧みなんて、これはメリアを守るために必要なことだって聞いててね。本当ですか？メルリア姉様はどのような目論みだと思ってあのような部屋を作ったのですか？メリアに近づく人を遠ざけるため。なんて正直に言ったら機嫌を悪くするのでしょうね。メリアを守るためですよ。確かお母様から力を制限させられているのですよね。大広間でそう聞かされました。だからその間メリアは自己防衛ができないから守ってほしいと、そういう意味で作ったかな。ふむふむ、メリアを守るは嘘。お母様からの説明は本当。わっかりやすいな。嘘と真実の辻褄はしっかり合わせておかないと。ここまで私を守るならわざわざ攻めてきやすいところに私を置くなんてバカか間抜けか。それかわざと私を狙わせる餌としてしかありませんよ。そう、だから私は餌。ということはメリアを守るためなんてありえない。つまり、私を餌に本命をおびき出して仕留めるための部屋、なんですよ。そしてお母様の話、これはアリルを見てたらわかる。こんな私にも臆していたのはお母様の話を信じて、解放された時に返り討ちに遭うのが怖いから、現状の私を知っていたら容赦なく私を餌ぶってたでしょうね。だけどメルリア姉様の嘘に付き合ってあげます。そして定期的に不機嫌と上機嫌を与えてメルリア姉様には私に対して少々意識してもらいましょう。そうですか、それなら感謝ですね。逆に素直すぎて怖い。担当直入に聞きますよ。メルリア姉様は今後どうするおつもりですか？メルリア姉様は間違いなく帝王神候補であれど、帝王神には到底なれません。なぜなら考えが甘いからです。どうやって勝ち残るつもりなのですか？プランなんてありませんよ。なぜなら私は戦いを選ばない。だから私が作っている報告では争いは禁忌として強く厳しく取り締まっています。姉様兄様やメリアを見ていたらわかる。私はそもそも帝王神には向いていない。メルトリアの失敗作と言われても致し方ありません。メリアはきっと理解できないかもしれませんが、私は強い誰かの参加に入れてもらって保護してもらえたらいいんです。どのみち帝王神候補同士の戦争が始まった時、一番に私が脱落するのは目に見えてますから。弱いことを理解しているからこそ、高望みをしない？いや、できるならしてる。でもできないから頼るしかない。私の弱さを知っていなかったら理解できなかった。でも今ならできる。だからこそ、こんな私にもこんな話をしてくれたメルリア姉様の弱さに対する強さには感銘を受けますね。メルリア姉様には優しくしよう。準備の状況も悪い今はできませんが、いずれタイミングが合えば早急に、メルリア姉様の強さはきっと今のご主人と相性がいいかもしれない。私とご主人が占領しますよ。メルリア姉様の望み通りに。その時は優しくしてね。こんな私でも。死ぬのだけは嫌なんです。当然ですね。私だって嫌ですよ。こうして私はメルリア姉様とは友好を深め、アリル姉様には敵対心を深めました。アリル姉様には挑発して私を嫌い、お母様の思惑を利用して私を陥れようとする兄弟を聞き出した。メルリア姉様からはお母様が行おうとする行動の考察をするために情報を聞き出した。結果、お母様が私とご主人に対して関与していることが分かり、私に関してはトア兄様が強く関与していることが分かった。少なくとも悪意が主軸の計画ではない。あくまでご主人をここにおびき寄せるための作戦で私はその餌、そして餌らしく作戦当日。私とご主人が互いに強く会おうという気持ちを利用してお母様はご主人の才能、死んだ万象支配を見定めようとしている。これだけは分かった。お母様がご主人への期待が下がっていない理由、それが死んだ万象支配が理由ならちょっと厄介ですね。死んだ万象支配はいわば最強の切り札。使いどころ次第では戦いにもならずにご主人の干渉もあり得た。まあ、お母様らしいですね。イレグラーを放ってはおけない。そして死んだ万象支配の現在の程度を知るために私を餌にあの部屋、帝王神候補たちをぶつけて本人は高みの見物。だからとア兄様もお母様側について見物することにしたんですね。まったく、滑稽ね。ご主人に負けて2位の分際で帝王神にでもなったつもりか。道家も甚だしい。身の程をわきまえてほしいですね。それにしてもアリル姉様遅いですね。2日とも私に言い任されたから文句ないのでしょうかね。メリア、朗報だ。今メルメアから情報が入った。エウレカ帝国惑星消滅を今確認したそうだ。お前の愛しの第一位は消滅のタイミングでエウレカ帝国にいたそうだ。わざわざエラーに蝕まれた星に第一位の専属神が呼んで、このありさまだ。理想だな。やっとお前の動揺する顔が見られた。はざまあ見ろ。専属神もかわいそうに、第一位がいれば安心だと思えばこのありさまだ。そもそも第一位がいてエラーに星を壊されるとか何をしてたのだかね。なんでご主人がそこにいる。なんでこのタイミングでアリシアがご主人
品を見つけた。なんでここまで私が想定できない、いや考察の余地もない偶然が起きている。まさかお母様が誘導して、ありえない、お母様なら一度帝国に返すなんて遠回りなことはしない、なんて君が頭が現状を理解できない。第一位、死んだのかな、というかお母様が期待してたほどの神だったのか、怪しいものね。黙ってろ、お前が私を嫌いなのは知っている。私に対する侮辱ならまだいい。だがその発言はご主人への侮辱だ。発言を撤回しろ、絶対に許さないぞ、アリル。殴ったのはお前だからな。殺しはしないさ、お前にはここ数日本気で殺意が湧いていた。すぐこの気持ちを晴らしてしまったらつまらないだろ。長く長く、お前をここでいたぶってやるよ。お前は知っているか、なぜ復讐がやめろ、虚しいだけだと言われるか。成し遂げてしまった時、二度と復讐を果たした時の快楽を味わうことができないからだ。復讐や報復は気持ちがいい。それはそれは自分で自分を慰めるのとはわけが違う。もう脳内でいろんな幸福感で満たされる、最高なものだ。こいつが苦しめば気持ちがいい。こいつが泣けば興奮する。その最終地点がこいつが苦しんで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 、最後死ねばもうそれが最高。このために生きてたと錯覚するほどの満足感なんだよ。だけど一度最大の快楽を味わったが最後、二度とその復讐の快楽を味わえない。他の奴に乗り換えても、一度目以上の快楽は味わえない。初めて味わうから意味がある。だから我慢するんだメリア、お前はアーガ絶対に殺す。だけど今殺したって何も気持ちよくないんだ。心底アーガお前を殺したいと思えるくらいはアーをイラつかせてくれよ。そしてアーを気持ちよくさせてくれ。アーは今すごく気持ちがいい。お前の表情に余裕がなくなって、お前が気を乱してアーを殴り、そして返り討ちに遭い、アーがこうして見下し、メリアは屈辱を受ける。アーはお前が一番嫌いだ。だからこそお前が一番好きだ。アーを気持ちよくしてくれるのはこの全世界においてメリアしかないんだ。変わってくれるなよ。お前はお前のままでいい。この変態か、アリルの本性はそっちか。おとなしい顔して中身は変態とは。救えないですね。ふぅ、おごりが過ぎるぞ。アーは確かに帝王神には向いていない。むしろ逆、アーは帝王神を苦しめる反逆者、テロリストに向いているんだ。自分自身を自覚していないわけがないだろう。さて、我慢できずにやっちゃったわけだし、私が満足するまで付き合ってもらうから。アリル、ダメですよ。邪魔するな、殺しはしない。っていうかこいつ自身が死なないって言ってたんだ。第一位の専属死んだしな。アーが満足したら謹慎でも面会禁止処分でも何でも受けてやる。なら今は最後までやらせろ。ダメです。メリアを傷つけたらお母様が怒りますから。アリル、目先の快楽のために身を滅ぼすようなことはやめてください。身を滅ぼす、そんなことにはなり得ない。だってメリアはこのことを絶対に口外しないからね。隠しただと見下していた相手にけなされ、そして守られた。こんな出来事、プライドだらけのメリアが喋るわけないだろう。もちろん訴えることもしない。完全に隠蔽される。今この場で問題にならないならたとえ外部が知ってもお咎めなし。和解した問題にわざわざ咎めるほどメルトリアに良心は存在しない。全員漏れなくクズだからな。なあメリア、姉妹仲良くじゃれ合っていた。そうだろう。そうですね、じゃれあって私が少し怪我しただけです。メリア？だよね、プライドが高いメリアちゃんはそう答えるしかないよね。これからも姉妹仲良くしましょうね。もう、なんでみんな仲良くできないのかな。ご主人、私が死んでいないから死んではいない。無事のはずだ。なら今はどこにいる。でも帝国にいた以上ここに来る手段がある。来る、会える。でもここに来てはいけない。ご主人に会いたい。でもここに来てはいけない。私から行かないと。ああご主人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 。またやった。テンションが上がると本当何でも喋る悪い癖が。メリアが刺すとか、自分を慰めるとか。本当なんでアーはいつもこう後先考えずに言葉にしちゃうかな。まだ自分を抑える鍛錬が不十分なんだ。バカなアーを戒めるためにもおとなしいキャラの癖をつけないと。姉妹ってあんなに歪な関係なんでしょうかね。そうね、私たちみたいに仲がいい姉妹もいるけど、逆も当然いるわね。姉妹といえど他人だからね。むしろ逆にことかちゃんとチェーンさんみたいな関係なら互いに気を使うからうまくいったりするんじゃないかしらね。でも一歩引いている感じで、本当の姉妹とはちょっと違うと言いますか。大
丈夫、私とパトみたいな関係もあるわけだし、うまくやれる。酒を交わして兄弟のちぎりとか、義兄弟とか、姉兄弟とか、いろんな兄弟が世の中にたくさんあるから、それもお楽しみにした。